最近観葉植物にハマってらっしゃると聞いたんですけども、どういったところが面白いんですかね。観葉植物、まあもともと物を育てるとか、まあ革製品とかも好きだったんですけど、やっぱり植物って見ても楽しめるし、まあ、育てる楽しみっていうのがやっぱり生き物なんであって、結構僕が育ててるのがマダガスカル原産の結構ボテッとしたボディとかだったりするんで、ちょっと女体に近いものも感じて、結構家でこう飲みながらそれ見てオナニーして、そういう楽しみ方ができるのが魅力ですかね。ありがとうございます。